バチバチっと。これがね、雷こんにゃく。かつお節。どうも、お酒大好きマンです。必殺技はグイなんです。グイグイグイということで、今回ですね、そんな私が提唱する最高に美味しいおつまみでございます。全国のお酒飲みお待たせ。こんにゃく、こんにゃくを使って最高に美味しいね、雷こんにゃく。これがね、またもうヘルティーでうまいんですよ。もうこの年になってくるとヘルシーなものを結構食べたくなってくるので、今回はこんにゃく一つ使って最高にコストパフォーマンスが良くって低糖質な最高のおつまみ作ってきましたよ。またってリュウジのバズレシピ。材料、こんにゃくのみです。あとはなんか鰹節とか唐辛子とか使うんですけども、調味料類に入りますので、調味料は概要欄の方に書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。雷こんにゃくってどういうことかっていうと、このこんにゃくね、炒めていくときにですね、油で炒めるとバチバチっていうんですね。この音が雷のよう鳴ってるような音に聞こえるから雷こんにゃくっていうんですよ。なんで今回はですね、雷こんにゃくっていうこの名の由来をですね、皆さんと一緒に学ぶために、やっぱりバチバチがこれが重要だと思います。それを理解するためにこれを用意します。今回はやっぱね、バチバチ感を理解するためビールでしょ。いただきます。最高だ。もうどうなってもいい。ということでやっていきたいと思います。じゃあまずね、やっていきたいと思います。こんにゃくね、洗うのよ。そもそも皆さん洗わないでしょ、こんにゃくって。こんにゃくはね、あの洗うだけで結構ね、香り取れるんですよ。これどうやって洗うかっていうと、あのまずお湯出してください。ぬるま湯でいいです。これね、よく洗うんです。これ表面にね、香りがついてるんです。これなんで、このお湯で洗う、これすごい大事。よーく洗うの。こうやって普通は茹でたりするんですけども、茹でない、洗う。そうすると全然匂いしなくなるんですよ。これでいいんです。じゃあやっていきたいと思います。じゃあね、なんかこう僕の場合ですけど、ちょっとね、傷つけます。触れるものをすべて傷つけていきます。料理研究家のジャックナイフです。こうするとね、あの味しみが良くなります。じゃあもうこっちもいきます。こんにゃくを翼の折れたエンジェルにしていきます。はい、こんな感じで、こうやってしたら半分に切るんですね。半分に切りましょう。で、こっからなるべく薄めにスライスしていく。こんな感じで、なるべく薄くそぎ切りした方がいいですね。お刺身切るような雰囲気ですね。でやっていく。そうするとね、これがうまいんですよ。はい、こんな感じで、もうほんとね、こんにゃくの刺身みたいな感じになったんですけども、これで下処理終了です。はい、じゃあ炒めていきます。じゃあやっていきたいと思います。まずね、ここ火かける、強火でいいです。ごま油もうね、大さじ1杯ぐらい、結構熱々にしちゃっていいです。熱々に全部引いてください、この油を。やっぱこんにゃくの香りっていうのは結構独特なんで、これごま油で炒めることにより、このこんにゃくのね、こんにゃく臭さっていうのをね、ちょっと抜いていきます。温まるとね、こうやってね、ちょっとサラサラっとなってくるんで、ここにこんにゃくね、さっき切った薄く切ったこんにゃくを入れていきます。ここでこんにゃくの水分がこう炒まってバチバチっと、これがね、雷こんにゃく由来らしい。で、よく広げてください。炒めて、あの水分を抜かすことによって、こんにゃくによく味が染みるようになります。しっくり炒めていきます。ちょっとチリチリしていくんですね。泡が出てくる。で、この泡気にしない。全体に引き込んだら、こっちをね、あの一つも入れてください。はい、今日ね、あのこんにゃく入れることによってまたさらに水分が抜けていきますんで、内部分がちょっともう水分がはじけてちょっと焦げ目がついてる、これなんです。そうしましたら、ここに、味付けしていきます。白だしが大さじ1で、高菜爪1本分、まあ僕だとこれぐらい入れちゃいます。はい、これもお好みです。で、入れたら全体に絡めるように入れていく。ほら、
このこんにゃくチリチリになったら分かります。で、仕上げに、お醤油小さじ半分ぐらい。最後、もう一個あった。パリパリに焼いたところに、この鰹節、だいたいね、2g ぐらい入れます。これで旨味と香り、ね、つけていきます。はい、これで完成。盛り付けていきます。このおつまみですね。コリッコリの、こんにゃくになるんですよ。このコリッコリのこんにゃくはね、つまみにもってこいなので、かつ節もちょっと炒まってパリッとしてますんで、めっちゃこぼれてるけどね。ということで、こんにゃくで作る超低糖質おつまみ、雷こんにゃく完成でございます。ではできました。いただきたいと思います。いただきます。いっていいっすか、今週。じゃあ、チョモがこの間買ってきたやつ。地蔵原酒大阪好き。ははは、いただきます。うわ、うまっ。ちょっと待ってください、うん、あ、これもうまい。すっごくいい意味で日本酒らしい。このこんにゃくマジうまいですよ。ごま油でよく炒めたことで、ごま油の香りがこんにゃくに移って、軽く炒めただけでは出ない、こう端が焼けたこのチリッと感、これほんと美味しいわ。だしと醤油も吸わせてるので、こんにゃく自体に味を染みてる。これね、こんにゃくとバカにすることなかれですよ。これは最後に入れた鰹節がね、最高の香りをもたらしてくれる。これはね、無限こんにゃくだわ。これそしてまた日本酒が合うこと。くーということで、おっしゃー、今日もいただきます。うまいね。うまいっしょ。これつまみとして完璧だね。結構これ鰹節の香りもいいね。やっぱもうずっと食いたい。勝手にこう手がすね食べちゃう感じの。おいしい。これラー油なんだよな。うまいね。合うね。完璧よこれ。これはうまい。永遠に食べれます。永遠にいける。無限ですね、これ。ごちそうさまでした。ということで、いかがでしたでしょうか。もうね、こんにゃくはこれで食べてほしいですね。特にお酒飲む方、普段の食事も使えるんで、ぜひ皆さん、チャレンジ。こんにゃく、こんにゃく、いいでしょ。この飲んだ一口をこの喉元流れる時のバチバチ感。